CNN によりますと、6月15日、NATO 高官の話としまして、ウクライナかロシアか、いずれかが成功を収めるという段階に差し掛かっているような、このように重要な局面であるといったことを伝えたということです。ウクライナ全体のですね、戦いは主に、北東、東部、それから南部と分かれているんですけれども、まず緊迫した状況が続いている東部から最新の情勢を見ていきますが、ウクライナのザルジニー総司令官によりますと、やはりロシア軍が攻撃を継続しておりまして、ロシアはドンバス地方で9方向から同時に攻撃を開始していると、複数の箇所で攻撃を受けていったことを明かしました。特にですね、こちらご覧いただきたいんですが、ウクライナ軍が砲撃で押し込まれている状況が続いているようでして、マヤル国防次官によりますと、ウクライナ軍が1日5000発から6000発の砲弾を使用している一方で、ロシア軍はその10倍以上の砲弾を使用しているということで、火力に大きな差があるといったことが伝えられています。さらにここに来まして、ウクライナ軍の損害状況がウクライナ側から公表されました。例えばですね、歩兵戦闘車およそ1300台、戦車およそ400両、それからミサイル発射システムおよそ700機、こういった被害がウクライナ軍に出ていまして、まあ、それぞれ最大の 50% を失っている状況だということなんですね。高橋さん、これまでウクライナ側からこういった被害の状況が出てくることはなかったように思うんですけれども、この数字を見ました。どう見てましょうか？非常にやはり大きい数字ですね。そのまあ歩兵戦闘車のカテゴリーがどこまで含まれるのかというのはあるんですが、まあ、装甲車ということでいうと、もともとあったものが2300両台ぐらいの数になって、結構半分だと。戦車も現役で実戦投入可能な編成戦車は850両だったはずになって、結構その半分ということになるので、やはり非常に大きな損害を受けていると。で、また、NATO に救援を要請した、支援を要請した戦車の数で500両ですから、ちょうどこの損害を少し上回る数だとすると、この数字の信憑性は高いのではないかというように思います。非常に正確な数字ということですけれども、やはりその兵器を送ってほしいというメッセージも込めて、このタイミングで出てきたということなんでしょうか？そうじゃないですかね、はい。そして、激戦が続いている東部の戦況を続いて詳しく見ていきますけれども、改めまして、ロシア軍、このルハンシク州、それからドネツク州の全域支配を狙っているとされていますが、まずそのうちのドネツク州のですね、こちら、スロビャンスクへと向かうロシア軍の攻撃が今どうなっているのか、次、戦況を見ていきますけれども、アメリカの戦争研究所によりますと、6月16日時点で、ロシア軍はイジューム南東へ制圧地域を拡大、そしてその翌日の分析では、ウクライナ軍がイジューム北西で反撃を行っていると見られるということでして、つまりこの、ロシア軍、イジュームから南東に制圧のエリアを広げている。その一方で、ウクライナ軍がイジュームの北西、盛り付けがこれでお腹いっぱいになってるもんね。5、6個乗せてたのに、ね、背後といいますか、どこから反撃を行っていると言われているということです。高橋さん、このスロビャンスクの戦いもこれ毎週見てきますけれども、まあ、現状ですね、このロシアにとっての重要な目標の一つ、攻撃を見ています。イジューム周辺の戦い、そこからスロビャンスクに向けての、まあ、戦闘というのは4月の10日ぐらいからずっと続いているんですけれども、まさにそのここ
数日はその、まあ、イジュームの北側ですね、そのお互いの補給線を切ろうという動きもあり、あるいはその、はい、あるいは威力偵察みたいな行動で、その相手の防御が弱いところを探すようなあの動きもあったりしていて、まあ、非常にこう流動的な戦線になっています。ただ、ロシア側としては非常に慎重な構えを見せていて、そのやはりこちらでも攻撃を中心としていると。あの非常に強い密度で、非常に高い密度で攻撃が行われている日があったり、あと多分過去の24時間はややあのちょっと小康状態だと思うんですけれども、はい、あのまあ、そのあまり無理をせずに、やはり攻撃を中心にあのウクライナ側にプレッシャーをかけているというような戦い方をしているようにあの考えられます。攻撃が中心だということですけれども、そしてもう一つ、東部で激しい戦いとなっていますルハンシク州の最後の要衝であるこのセベロドネツクとリシチャンシクの戦いはどうなっているのか、戦況を見ていきます。6月17日、戦争研究所によりますと、ロシア軍は他の戦闘地域を犠牲にしてこのセベロドネツクとリシチャンシクを占領するために利用可能な戦闘力の大部分を集中させており、そのために多大な犠牲者を出しているということで、まあ、ロシア軍戦闘力を集中させていて、そのロシア側にも多大な犠牲が出ている、それだけ激しい戦いになっている、この詳しい戦況を見ていきます。上野さん、お願いします。はい、こちらがセベロドネツク市内の状況ということになります。まあ、よく見てますと、この緑色の枠で囲まれているのがセベロドネツク市の、まあ、中心部ということになります。セベロドネツク、そして川を挟んでリシチャンシクというふうなことになっています。この赤いエリアの部分がロシア軍が制圧したというふうにされている地域、まあ、このセベロドネツク市の中心部の方にはかなりこの赤いエリア、ロシア軍が制圧したというふうにされている地域が広がってきている様子というのがわかります。まあ、この1週間ですけれども、ロシア軍の攻勢というのが続いている状況です。でこのアメリカの戦争研究所の分析でも、こちらロシア軍はすでにセベロドネツクに7個代替戦術群を展開している。さらにこのロシア軍はセベロドネツクでの攻撃作戦を支援するため追加の砲兵システムと軍を配備していると、まあ、つまりロシア軍は、まあ、この兵士や兵器とにかくこのセベロドネツク付近に投入し続けているというふうな分析が出てきています。でこうしたロシア軍の激しい攻撃の中で、ここ数日新たな動きというのが報じられました。まあ、このリシチャンシク、セベロドネツクの間にあるこの川ですけれども、ここにいくつか赤い×印があります。ここは橋だったわけですが、まあ、こういったところをロシア軍が攻撃して全て破壊してしまったということなんですね。ここで一つウクライナ側として懸念されるのが、このセベロドネツク側で戦っているウクライナ軍の部隊ですね、まあ、自陣といいますか、こちらのリシチャンシクに向けてこちら側から橋が壊されたことによって退避できなくなって、こちら側で孤立しているのではないか、まあ、こういった懸念というのが出されていたわけです。でこちらイギリスの国防省の情報でもですね、セベロドネツクとウクライナ領を結ぶ主要な橋は全て破壊された可能性が高いというふうにしています。まあ、ではこのセベロドネツクにいたウクライナ軍どうなっているのかといったところで、ウクライナはもともとこの町を守っていた戦闘部隊の大部分を撤退させることができたと思われると、まあ、つまりこの橋が壊される前にですね、このセベロドネツクの主要部隊この辺りにいたと思われるんですけれども、橋が壊される前にどうもリシチャンシク側に後退していたというふうな分析がなされています。さらにこちらのウクライナ側のハイラ知事ですけれども、橋は全て破壊されたが、セベロドネツクは封鎖されていない、都市との連絡は可能だと、まだこのセベロドネツク完全には包囲されていないんだというふうにしているわけですね。まあ、高橋さんに伺いたいんですけど、ここ数日のそのロシア軍側の動きですね、橋を壊したというふうなことが報じられました。まあ、これによってこちら側にいたウクライナ軍がこちら側に退避できないようにした、まあ、退路を断ったというふうな戦略にも見えるわけですけれども、まずこのウクライナ側のダメージ、これについては高橋さんはどういうふうに思いますか。
やはりその都市を守って、でそれがその、まあ、非常に火力で攻撃を受けているとすると、まあ、大きな損害は、まあ、ウクライナ側にもロシア側にも出ていると思います。で橋について言うと、あの、まあ、特に3個目の橋を落とすまでかなりあのロシア側が時間をかけたという。今、バツ印4つありますけど、はい、3個目の橋というと、真ん中の橋が一番最後だったんですけど、ちょっとあの、はい、あのだそれはそのやはり橋を落とすことについてのロシア側の判断もあのややためらいがあったということですね。で、まあ、それを結局落としてでもセベロドネツクを孤立させてあの陥落させるという決断をしたということが一つで、もう一つは、まあ、あの橋が落とされることによる大きな問題はその車両ですね、重装備の車両の撤収なりあの投入ができなくなるということになるわけですけれども、まあ、都会用の船ですねなどを使ってその、まあ、小規模な補給を行ったり あのある程度の人員を撤収させること、例えば野営に紛れたということであれば、まあ、それは不可能ではない、まあ、そういった意味であの完全に孤立したわけではないというような状況になっているのかなというふうに思います。つまりでは状況としましては、こちらセベロドネツクにいたウクライナ軍、今の話ですと例えばトラックですとか、砲撃のための、まあ、砲ですね、こういったものに関しては、まあ、橋を使ってあらかたこちら側に撤退していったと。こちらのホテルは今人民が主であると。そうだと思いますね。もともと最前線の都市にその砲であるとか重装備をそれほど置くわけはないので、あの戦車はある程度いった可能性はありますが、まあ、それらはもうすでに撤収したということではないかと思います。で、どうぞ、はい、どうぞ。で、あの歩兵だけであればあの、まあ、脱出する方法はないわけではないということではないかと言いますと、この川がありますが歩兵としましてはどういった手段で、まあ、船なりあの、まあ、浅瀬を渡っていくなりということはできるのではないかと思いますね。このリシチャンシクとセベロドネツク側を挟んでいる橋とか、川ですけれども、およそ100メートルぐらいあるということなんですが、こういったことを泳いで渡ったりとか、そういうこともあるんでしょうか。泳ぐかどうかちょっとわかりません。それはその、いろいろな試験法だと思うので。船なども使っていくだろうというふうに。で、先ほどその高橋さんのお話から見ますと、一つこのロシア側としては橋を落とすのに最後ためらいがあったんじゃないかというふうなお話というのもありました。一方でこの状況をロシア側から見てみますと、実はロシア側は一つ大きな目標としていたのがルハンシク州の全域の支配ということだったんです、まあ、そう考えますところセベロドネツクもリシチャンシクも実はこちら両方とも、まあ、いわゆる抑えなければルハンシク州全域の支配とはロシア軍から見るとならないわけなんですが、しかしこのロシア軍としましてはこのリシチャンシクに向かっていく側の橋、まあ、こちらの橋を自らロシア軍はまあ壊してしまったというふうなことになるわけですけども、まあ、そうしますとこちらのリシチャンシク側を目指すというふうなロシア側の戦略、これは高橋さんどうなんでしょうか。もう諦めたというふうなことになるんですか。まあ、リシチャンシクは高台にあるので、はい、リシチャンシクから見下ろせる形で新しく橋を架けるようなことは非常に難しいですね。この辺りの橋を新たにロシア軍側が駆けるというのは、そうするとウクライナ側が多分反撃の攻撃を行いますので、あこちら側から撃ってしまう、はい、課題なわけです、はい、あのまあ、少し前にあのドネツ川上流の方であのロシア軍が大損害を出したことがありますけれども、まあ、それに近いことが起こるでしょう。だとすればあのより南部ですね、南部のそのポカズナ方面からの突破によって、まあ、リシチャンシクへの補給線を断ち切る、あるいはそのドネツ川の西側からの攻勢も行ってますから、そちら側から突破して、まあ、陸路、リシチャンシクに着くというような形によって、そのリシチャンシクの攻略を図っていくという形になるのではないかと思います。つまり今この地図には表示されてないですけど、もっとこの南の方からぐるっとこの、はい、まあ、渡れるような場所から回り込んでいく、そうですね、はい、こういった動きも考えられるのではないかということなんですが、つまりということはこのセベロドネツク、まずはセベロドネツクを制圧するということに集中しようというふうに、ということは確かに、それでとにかくその新しく装備が入ってこないように橋を落とした上でこの街をあのゆっくり進めていくということではないでしょうかね、はい、そして市街に残るウクライナ軍ですけれども、まあ、現在抵抗を続けているということで、その
映像が入ってきました。こちらご覧ください。こちらはセベロドネツクの市街地ということになりますけれども、ウクライナの部隊が撮影している映像なんですね。まあ、建物の中をこのように進んでいく中でロシア側に向けてですね、銃撃を行っている様子が映っています。でさらに今度はですね、建物の階段の上の方から今度はロシア軍側からも銃撃を受けています。このようにセベロドネツクの市街戦の様子が、このように入ってきたということなんですが、実はこの映像を撮影された方がですね、こちらなんです。アメリカ人のアイザックさんなんですね。このアイザック氏、改めてアメリカ人なんですけれども、今回ウクライナ軍に義勇兵として参加をしているんです。3月の初旬にはですね、ウクライナに到着をしまして、これまでイルピンやミコライウに配置された後に、現在は最前線となっているこの東部のセベロドネツク市内で戦闘任務に当たっているということなんです。で今回私たち日曜スクープはこのアイザック氏と日本時間のおととい午後4時頃に連絡を取り合うことができました。いくつか質問させてもらいましたので、こちらで紹介していきます。でまず伺ったのが、主要な橋が落とされてしまいましたが退却できない状況なのか、孤立してしまっているのかどうかについて伺いました。すると撤退は考えていないが、ドネツ川の両岸で活動する能力はまだあるということで、現状はやはり孤立しているわけではないということのようです。そしてもう一つ、では市内ではどのような部隊が戦っているのか伺いました。アイザックさん、国防省からの正規軍や外国人兵士、それから予備役などさまざまな部隊が戦っている、やはり外国人の兵士もいるということを明かしていました。高橋さん、このアイザック氏、もともとアメリカの海兵隊にもいたということなんですけれども、このウクライナ東部においてですね、この外国人の義勇兵といったものもやはり貴重な戦力にはなっているんでしょうか。そうですね、まず一つは文字通りその前線で戦う兵士としての戦力ですね。でもう一つはその武器の使用、例えばそのジャレリンという、まあ、有名なミサイルがありますけれども、ジャレリンなんかもやはり現地におけるその指導も必要で、まあ、現地で教官としてその、まあ、使い方を指導している外国人義勇兵も、まあ、いるという情報があるので、まあ、そういった意味でそういった両面で重要な役割を果たしていると思います。武器の扱いによっても即戦力になると、はいですね。はい、まあ、こういったアイザックさんの情報なんですけれども、6月の17日の時点では、つまりこの市街地付近にいたことが分かっているわけですが、ウクライナ軍は市街地で抵抗しているわけなんですが、高橋さん、どうでしょうか、このままこのウクライナ軍としては、ここで抵抗を続けられるのか、それともやはりこう徐々に徐々にこの退却していくのかどうか、この辺りの戦略はどういうふうにご覧になりますか。まあ、セベロドネツクという町自体は現状では非常に守りにくいところなので、まあ、橋があってもなくても、決まして今ないですから、新しい重装備を運び込めないということになると本当に難しいので、どうして守りにくい、まあ、前回の地形というかその勢力図を見たときに、まあ、ウクライナ側がこう三角形を横倒しにしたような土地を維持しているんですけれども、もう少し大きくなりますかね。で、そのセベロドネツクというのはちょうど三角形の頂点にあって、それを南北からロシア側が容易に挟み込める形にあるので、はい、まあ、守りにくいわけです。で、まあ、そういうところなので、守ろうとすればするほど、ある種消耗戦になっていく、うん、まあ、ウクライナとしては。うん、ですから、まあ、時間を稼ぎながら後退していくというのが、まあ、軍事合理的に言うと正しい選択であるというふうに考えます。その時間的な時間軸としてはどのぐらいのタームで、まあ、戦争は相手も見ながらやらなきゃいけないので、それはロシア側の圧力次第ということでもありますね。ロシア側の圧力が強ければ下がるスピードは速くなりますし、はい、まあ、それほど大きくなければ、まあ、そんなに速く下がらなくてもいいということであります。そういった中で、このセベロドネツクでですね、今、このウクライナ軍の拠点となっている場所があるんですが、それはこのアフト工場というところになります。で、非常に広大で作られるわけですけれども、このアフト工場にはこのようになるように、子ども38人を含む民間人568人が現在も留
どまっている状況だというふうに伝えられています。まあ、非常に状況心配なんですけれども、この状況についてハイダイ知事ですが、ロシア軍の砲撃が激しくて、まあ、外に出ればこれ 99% が死ぬと、まあ、とても退避できるような状況ではないと、このハイダイ知事としては言っているわけです。でこのアゾト工場に対してロシア軍なんですけれども、ルガンスク人民共和国とこのロシア軍の部隊がアゾト工場の掃討作戦を開始している。でこの工場に対して敷地内に一部の部隊が侵入してきているというふうに伝えられています。でさらにですね、今朝発表されましたこの戦争研究所の分析なんですけれども、でこのアゾト工場に対してアゾト工場の中心を攻撃する前に川の土手に回り込もうとしている可能性が高いロシア軍だと。まあ、つまりちょっと引いていただきますと、このアゾト工場に対してロシア軍がまあこういうふうに川側に回り込んでいる可能性が高い、まあ、このアゾト工場、民間人の方々がたくさんいるということなんですが、まあ、包囲されるような戦略に取ろうかというふうな情報が出てきています。まあ、小牧さん、このアゾト工場に対しては確かにこのロシア側、人道回廊は設置しようというふうに選択肢というのは提示をしているんですけれども、ただこの話に乗ると、まあ、これまであったように強制移住などの話も懸念としては残りますけれども、どのことを感じますか？そうですね、おっしゃる通りで、ロシア側は必ずそこにいる住民をですね、まあ、マリウポリでありましたね、マリウポリは最後アゾフスタル製鉄所に一般住民も含めて何千人もそこに残っていて、でまあ、一旦外に出したけれども、必ずこう選別収容所というところに連れて行って、これはウクライナ軍、あるいはもう、まあ、お支持していたんじゃないかとか、あるいは一般住民であっても、そうロシア軍に自分が救出されましたというストーリーを語らせるような人がいるんじゃないかとか、それを全部こう自分たちで決められる状況に持っていくわけですよね。だから今回もですね、しかも今回はマリウポリと違って、周辺にまだ戦闘が続いているわけで、はい、マリウポリの場合は少なくとも、その国連関係者とか、支持関係者がですね、解任する形で、最後は、はい、まあ、地上に出るという決断をしたわけですけれども、地上から地上に出るようになっていないということですから、とても今、こういう人道回廊というと、ロシアが提案したとしても、素直に受け入れることは、ただやはりこの工場に乗る民間人の方々は非常に心配なんですけど、高橋さんはどうでしょうか、この民間人の方々は何とかして、例えば救い出す方法、人道回廊を設置する以外にですね、何かすべてはないんでしょうか？まあ、やるとすれば文字通り軍事的に救出をするしかない。軍事的に、つまりそのある程度安全な場所をその歩兵部隊で確保して、でその川を渡すということでしか脱出はできないんだと思うんですね。ただそれだけの作戦になると、おそらくロシア側にも使いますから、はい、まあ、夜であろうと攻撃を受けながら撤収しなければいけないということになると思うので、死傷者を出さずに退避させることは非常に難しいと言わざるを得ないです。今のこの橋を、こういった川を渡っていくというのは非常に、まあ、民間人の方々が、まあ、落雷リスクが高いから難しいだろうと思います。そうですね、まあ、軍隊であればある程度その損失を確保でそういう作戦を行っているのは十分あると思うんですけれども、はい、民間人の対比ということでいうと、うん、じゃあ例えば 20% の損害が出るかもしれないという状況では、はい、おそらく作戦はできないということになりますね。さあ、そしてこのセベロドネツクの行方を左右するもう一つの戦いが、こちらのわけですね。先ほどちょっとお見せしたクリップなんですけども、こちらが今フォーカスしてお話ししていただくことです。セベロドネツク・リシチャンシク、川を挟んでいるというような状況です。でこのセベロドネツク・リシチャンシクに向けて、このウクライナ側の補給線というのが青いラインで書いてありますけれども、まあ、こういった形になっているわけです。このセベロドネツク・リシチャンシクに対してですね、このロシア側が後ろ側から包囲する動きというのを見ていきたいと思います。でこの状況についてイギリス側の国防省の分析なんですけれども、17日の分析です。この24時間ロシア軍はトパスナヘクで勢いを取り戻し、そこからセベロドネツクポケットを南から包囲しようと
はですね、ここを軸にロシア軍ですけど勢いを取り戻して、そこからおそらくセベロドネツクポペットというところを、包囲するように南からこう包囲しているようだと。この動きについては一時停滞していたように見えたんですけれども、ここに来てロシア軍再び進み始めたというような分析が発表されています。そして今朝発表されました戦争研究所の分析なんですが、ここでの動きについて、ロシア軍リシチャンシクへのウクライナの地上的に国家集約を攻撃し続けたか、つまり状況についてですね、1週間程度と比較をしていただきます。こちらがそうなんですけど、左側が1週間前、右が最新の状況ということになりますが、ポパスナ周辺でのロシア軍を制圧したというふうにされている地域が、このオレンジ色と黄色で表示してあるということになりますが、左側から右にかけてですね、特に黄色の地域、ロシア軍が制圧した侵入しているというふうにされている地域がじわりとこのエリアが拡大しているというふうな状況が分かるわけです。高橋さん、ですからこのロシア軍によるセベロドネツク後方でのこの包囲作戦、これがまたここに来てやはりこう動き始めているというふうなことが言えるんでしょうか。そうですね。そうですね。じゃあまずそのセベロドネツクポケットは結構でも軍事用語で、はい、そこでこう相手を包囲するような形になってきているって言ってると思いますけども、はい、まあそういう作戦を行っていると。ちょうど3月相当前にですね、使ったことない前に、そのコパーズナ、まあ、コパーズナより来た方とか、高速道路を進めたりとか、まあ、バトルの周辺で非常に激しい砲撃があって、まあ、その砲撃の時期は準備砲撃、つまりその地上部隊が進撃する前の砲撃であるというふうに考えられていたんですけども、はい、まあ、その砲撃を毎週間で持っていた上で、まあ、ウクライナ側の損害を見ながら、その地上部隊を前進させているということだと思っています。で、そうすることで、まあ、補給線を切れれば、結局、リシチャンシクからウクライナ側は撤退せざるを得なくなるので、まあ、ここでその補給線を断つことによって、まあ、リシチャンシクを直接攻撃しなくても、セベロドネツクのサイドの補給に仕掛けなくても、ウクライナ側を撤退させるというような作戦構想ではないかと。今の話、こちらロシア軍側がこう攻め上がっていって、補給線を断ったりすると、この、まあ、リシチャンシクのまま補給路が断たれるわけなので、いわばこうちょっと直接向き合ってこう攻撃をするというよりも、兵糧攻めのような形、兵糧攻めになるので、兵糧攻めになることを避けて、ウクライナ側はおそらく自発的に逃げるんです。はい。で、その、今だとその突破、突発なんかの突破部分があるんですけれども、はい、それより西側、つまりバフムトあたりを攻撃するとすぐ防衛線を張り直すという形で、赤くなっているように見えます。ご家族は逮捕されたんですけれども、戻ったらどういったお話されたいですか。
ておりません。一体これ何が起こっているのかということなんですけれども、例えばですね、この銀行どんなことをやってたかということなんですけれども、ちょっと一つですね、例を、示しますとね、例えばこの富州新人で、側近銀行の場合ですね、こんな投資ファンドをやっていました。最低投資額150万円、日本円で3000万円ぐらいですね、3000万円。それで利息 6%、利息 6% つけます。で、バンクは50%ですね。で、今、中国の銀行でですね、普通の投資ファンドとかでも最低、もうどんどん利息が上がってましてね、最高でも 2% いくのかほとんどないんですね。だって 1.7% は高いなと思うぐらいなんですけど、その3倍以上の 6% で、しかも50日でも下ろせますと、利息 6% つけて返しますと、もうこれ超破格の美味しい投資なんですね。まあ、どんどんこの4つの銀行にですね、このファンドにどん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 集まってくるわけです。50日だって 6%、 さあ50日経ったと、というとですね、これですね、
ます。で、この時に彼はほとんど何もしなかった。何もしなかった。で、これは人災だということでね、もう河南省の人大騒ぎしたんですね。で、私もですね、5月に就任した彼がですね、まあ、いくら習近平の側近とはいえですね、もうここまでひどいことになればですね、もうその時は3ヶ月で彼は解任されるだろうと、罰だろうと、そこを解かれるんじゃないかと思って見てたら、で、さらに今年に入るとですね、彼はまた新しいニックネームがついて、ロックダウン王というですね、ニックネームをつきました。で、これ何してるかというと、習近平の政権を進めるゼロコロナ政策ですね、もう絶対にコロナをゼロにするんだという政策、厳しい政策ですね。これのためにもう、その省内、河南省の中をロックダウンしまくりました。安陽市、人口500万、50万人、これいきなりロックダウンです、1月11日。そこからもう、その身の内な街をロックダウンしまくってですね、まあ、一番中国が驚いたのは、この5月2日、先月のですね、古書、シューシャンプーですね、この町ですね、もう人口70万人なんですけど、感染者たった1人、20代の女性がですね、どこから戻ってきたら感染しましたって、たった1人です。で、70万人としてロックダウンしてしまいました。全員外出禁止、すさまじいですね。で、ついたあだ名がロックダウンそうで、まあ、こんなことやってるもんですから、下半身を受け入れたり、肩型になっていましたですね。で、肩型になったから、肩型になったから、肩型になったから、怪しげなファンドを作って、怪しげなファンドからお金集めて、お金払えなくなったから、外国に逃げちゃって、みたいな、まあ、こういう感じです。一体、河南省の経済、どうなってるんだと。で、今後ですね、その、こんな中堅銀行がですね、特に2兆元という会社が、売れてるわけですが、これがですね、中国は、満足になってしまうんじゃないかと。で、もしくはですね、河南省だけじゃなくて、こんな省いっぱいあるんじゃないですか。中国31の記事ありますけれども、実は特に50分だとですね、日本経済がやばいんじゃないかというような声も、出始めているところなんですね。で、さらにこのロックダウンもですね、最近またすごいことやります。で、この件に関して、このなんとですね、この4銀行の預金者たちをコロナ患者にしちゃったんです。どういうことって思うんですけど、なんとですね、結構コード、スマートフォンで結構コードしてますね、中国人がつけてますけど、これで自分は全く感染者でも、何でもありませんというところで、
情報を調べてきまして、全て不幸なんですね。その近い例では例にしてもそうですけども、お店に行ったつまり国難の時代にあって私たちの見どころを求める不幸の精神であるということです。で、我々の、言い換えれば、ただ我々はこれは払っているんだという意識は
ライというのは、地下にかけて戦争がない時代でしたけれども、さまざまな天気の国などを使う時代でもあります。あの自然災害に、襲われた時期でもありましたので、ね、それとともに、我々は自然災害のことに、我々自身ももう少し見直すチャンスでもあったわけですけれども、必ずしもその、見直しが十分行われなかった、つまり復興が十分行われなかった時代でもあったわけです。そして、まあ表面的にはグローバルに行ったグローバル化という考えのもとに、どうも日本から私たちの本来の生き方を軽視してきたと思います、ね。もっと焦っていった時代ではそういう感じがするわけですね。そういう意味で平成という時代は私なりに繰り返っていますと、何か民主主義があったり、ね、平成の30年というのはそういう時代であったという感じが見えないわけなんです。もちろん、おっしゃってますけど、小朝廷もですけど、そして、ここに入ってくださって、そのことに対して私たちは、感謝をしてもしきれないものがあるわけなんですが、それと同時に、その日本を取り巻く環境、日本の国内の状況というのは、今申し上げましたように、日本を走っていく機会ができなかった、そういう時代でもあったわけなんですね。だから、おそらく令和という時代を迎え、私たちは本来の日本らしい一角に入ろうという何か、そういう意味では大きな意識といいますか、ね、我々の目に見えないそういう思いが与えられていくのではないかという気がしております。これは私の勝手な想像ではありますけれども、でそれで、じゃあ令和の時代というのは我々にとって、どこの時代というのを申しますと、どういう時代になるべきなのかというとですね、それは私たち一国民一人一人が自分の生き方をもう一つ繰り返してみるということでございます。国全体と国からあるローカル人に人口を聞いたらそうではない国からもちろんグローバル人を全面否定するわけではありません、グローバル人とあるナショナル人というそれのバランスをどうあるいはこの2つの大きな世界的な流れを過小することですね、不明な世界を築いていったそういう時代の未来にしたいものが来ているわけなんです。岸田総理が平成5年に新潮を出たちょっとびっくりしましたね。新潮っていうか、まあ、はっきり否定してた実テレビその、日曜日の朝の討論番組で討論番組っていうのは、まあ、9党首全部出てますよね。9党首出てそれぞれで、まあ、どうですかっていう質問としては抑止力のために厳選をするべきかっていうことをすべきか、だからできればべきかどうかだから、まあ、はっきり言って答えればいいんだよね。これで、その時に出たあの答えっていうのは、NBC の松井さんと、国民主義の玉木さんと、学校の N 党の八幡さんが賛成した。これ、指しく賛成した感じだよね。これ、なんか岸田様は何千かねで言ったような感じでね、いや、賛成しないこれはね、正直でちょっとまずくて、べきなもんでしょ。それで抑止力の話っていうことだから、要するに、すぐはできないにしてもね、要するにこういう方向でって言った方がいいっていうのはまず一つで、だからこれは、松井さんと私はね、まあ、これで言ったから結構まあ、楽しく見えたわけですよね。それで岸田さんは手を挙げるわけだったね。それで私もその時に次見てた時に理由はちょっとびっくりしたわけだね。抑止力のためにって厳選っていうのはこれはもう当然の
原子力潜水艦をね、直接持たないでレンタルでいいじゃないかって言ってる。レンタルっていうのは、これはどうなんだっていうのはさ、実際に新車買うより買いやすいでしょ、それは。であと、それはちょっと冗談なく言ってるけど、ものすごく具体的な話としてっていうのが、アメリカで原子力潜水艦っていうのは、退役するっていう、まあ、退役数が何十年かすると、実はもう、潰すんですよ。で、潰す時に、買えばいいじゃん。ちょっとその時買えば、買えば当然のことはもうアメリカでは原価償却終わってるからね、もう安いよ。それ対別審議でも大丈夫なの？どんな責任でもそうだけど、対別審議来たらすぐパッと倒れるわけないでしょ。要するに余裕を持って対別審議考えてるから、これは日本の車だって、ね、例えば10年で片落ちになって大丈夫ですかって、それはメンテナンスとかだとかなるでしょ、ちょっとは。ではもちろんあの10年も経ってて、あのそれからね、10年こそは結構大変だけど、でもね、まあ2、3年だったらすぐメンテナンスすれば、普通の車だってできるでしょ。それと同じですよ。うん。だからそれでアメリカ、あのね、運用をずっとしてるから、まあ一緒にね、乗り組みもね、ちょっとレンタルしたら簡単にいろんな収縮できるじゃない。それで十分なんだよ。で、おまけにアメリカの原子力潜水艦は SLB が合うからね。して反射できるからね。抑止力すごいわけだよ。うん、だから抑止力ってことを考えたら、あの、自前で全部開発してやるよりかは、アメリカの原子力潜水艦を借りてくるのにね、退役したのをね、安く買うなりしたのが、なんか抑止力高いわけです。ひょっとしたらね、あの SLBM が中に入ってるかもしれないから、合わせた方がいいわけだよね。ほんなら、それはもちろんレンタルとかね、退役したのを買うときに入ってないと思うけどね。でも、実際にね、インドなんかもね、昔ね、なんかその原子力潜水艦を一番最初にやるときに、国家から買ってもらった。それは当たり前なんで、どこの国でも一番最初に買うときに、お初のね、車だってね、新車でね、ニューでね、デビューするって人はあんまりいなくて、まあ、普通、中古買って、これで、うちはするでしょ。そんなの常識的な話です。だから別に、その、メンタルとかね、あと、中古をね、買うっていうのは、そんなような話じゃないかと思う。でも、別に、今じゃなくて、こっちとか無理でさ、すっごいね。アメリカ、あの、中国だったらあれだよね、あの空母に一番最初ウクライナから買って、だからウクライナから行った空母っていうのは、目先がヒュッターアップで、あれ、カタパルトってないから、トップガン見て分かるんだけど、カタパルトってビョーンって行くから、あの、短いね、あそこに行けるんだけど、あれはあの加速通ってもうちょっと上昇させるために顔をつけるでしょ。あれ、カタパルトはないんだけど、あれ、一番最初作れない。ウクライナから買うときじゃん。買って回収しながら、いろんなあのことで練習するわけじゃない。いや、新しいの出しましたね。新しいのはね、電磁カタパルトってね、あの、キュータンアップなって、カタパルトがあるんで、3本あるんで、カタパルトが。そう、だからすごいんだよ。だからそういうすごいような空母を、もう中国はどんどん最初はね、あと中古買って、それであと国産で、今度、あの、産業、フォンメンテルがくっつけてくる。すごい。なんでかというと、南和対応を出すんだけど、台湾のどこに属してる中国のいくつかの福建省、僕は福建でつけてる。それは台湾って意味なんだよ。だから台湾をこれでやるぞっていうことだよ。そういう、まあ、そういうふうに読まなきゃいけないよ。ああいうふうに名前は何を表してるかって読まなきゃいけない。で、台湾のどこに属してる福建省ですねって話だからね。それで、あの、配属は多分、あそこの福建省近くですね。それは今までの、あの、空母のね、配属と違う。今の空母っていうのは、まあ、北京の場合で、あの、航海っていうか、長い長距離するんだよね。そうじゃないんだよ。だからもうね、あの、名前からしてね、もう台湾これから行きますぜっていうような、宣言に近いような感じの空母なんだよ。そりゃそうでしょ。だからそういうこと考えたらね、原子力潜水艦がね、大変なんだよ。それなのに、そうそう、なんかこれわけわかんないけど、なんか財務省のね、司令局のね、主催内のレベルの話してね、これちょっとやめてくれよと思って、あれで、ね、言っちゃったんで、今自分で焦ってるんですよ。焦ってる。私の財務省に言って、あれまずいし言ってたら、さすがにね、ちょっとこれはって感じなんです。あれはまずいな。あれやっぱり選挙戦にはあれいいイメージじゃない。だから、あのせめてお得意 の検討するって言ってくれたから。ああいう時でこそ検討士のね、名目役者でね、検討しますってね、諸情勢を勘案しつつ、全てを検討しますって言えばよかったんですよ。でも言わなかった。
時の結構しなかった、死ぬって言わなかったんで、ちょっと自民党で参りましたけどね、これからね、なんかまた自民党の方でね、岸田さんが再現しようとか、うん、テレビで再現しようとかね、そういうふうな動きになるんじゃないかなというふうに思いますけどね。応援演説にも呼ばれて、応援演説に応援演説で喋っちゃうと、こういうこと言っちゃうじゃないですか、まずいじゃん。それだったら何も喋んないで、国際会議で映像だけ、あの画像だけ出しても、なんかいいに決まってるじゃん。画像だけ出してくれるから、もうあれはちょっとまずいよね、給湯室並んじゃうと、やっぱり、反射神経みたいなものとか、もともと思ってることとか、よく考えてることとか出ちゃうんだよね。だからリアルのね、会談っていうのは結構怖いんだよ。怖いんだけど、ついに出ちゃったよね、うん。だから、内容考えないと分かって、結構自民党内でのこと、厳選の話ってあんまり検討してないんだよ、真面目にね。そうするとね、ああいう形で、冬、ね、なっちゃって、それで、ついにね、検討してもくせにね、検討のもう言わないとね、ゲームセミナーに言っちゃったからね、あれまずいよね。やっぱり中国の運動によって、結構、また盛り上がってもない。盛り上がっていくと思うけど、やっぱり3本のカタパルトをね、電池が出してきたらね、いや、一品に3本、ビョーって出てっちゃうから、すごいよね。まずいよね。まあね、当然中国を作って最初は失敗するだろうと思うけどね、リリックするときね、うまくいかないからあると思うけど、そのうちこういうのって何でもそうなんだけど、やるうちにだんだんよくなる、この手のオペレーションっていうのはやらないからね、やってるうちにそれぞれよくなって、最初はあの空母のウクライナだったりするってね、あんなの離陸できないんじゃないかって言ってたんだけど、やっぱり練習したら離陸できるようになったり、ああいうふうに空母の3隻、これから4隻、5隻、どんどん増えていくんですね。そうすると日本がそれに対抗するんだと、原子力潜水艦が必要なんだよね。そういうの意識がないっていうのが出ちゃいましたね、今回これね。あれでちょっと自民党へ対するね、保守層がね、と思ったと思うよ、原子力潜水艦の話は。だからそこでさ、国に出てきて、立憲とは共産党が負けなかったんで、岸田さんは負けなかったらどういうことになっちゃう、あれどういうこと、あれダメだよ。そうすると手を挙げたら、国民と維新ね、維新と国民の方に何か言っちゃう、立花さんちょっとね、別としてもね、維新と国民の方にちょっとね、あの日を流れちゃったんじゃないですかね、と思いましたよ。メンバーシップを始めましたので、
ということで、ご視聴ありがとうございました。それではおやすみなさい。